わしがピカピカの実を食べた光人間ね。確かに光っているようにも見えるかもね。輪ゴムと割り箸で作った兵器、通称ウラヌス。こいつを何としてでも、約900年前に存在したとされる大海賊、モンキー・ディ・ベゼベミア・グッシャ・メトロン・チロチロ。やつの起こした事件は、わしが勝てなかった唯一の海賊。どういうわけか、やつは記憶を失い、今はどっかの船で医者をやっているようだがね。